中庭展示室岡山市立オリエント美術館は、岡山県岡山市北区にある美術館。岡山市教育委員会が管理を行っている。学校法人岡山学園より、古代オリエントの美術品が1947点、寄贈されたことを機に1979年に、開館した。寄贈されたコレクションは、安原慎次郎岡山学園理事長が、 信仰のあった東京大学名誉教授の江上奈美夫と東京大学東洋文化研究所教授の深井進氏の指導のもとに形成されたものであり、学問的に系統だった資料が収集されている。当美術館の開館後も古代オリエントの美術品を収集し、国内唯一の古代オリエントを専門とする公立の美術館として西日本における研究拠点としても機能している。 寄贈や帰宅を含め、2011年3月現在では、4942点もの、収蔵品を抱えている。2004年には、開館25周年記念事業の一環として、貴重なアッシリアレリーフを購入し、古代オリエント研究者としても著名な、三笠宮隆人新能が特別顧問に就任した。以下の情報は2014年3月現在のもので、ある。 利用時には公式ホームページを参照されたい。特別展は別料金となる。ABCDEFGHIJKLMNOPQ 岡山市のオリエント美術館設計岡田新一と匿名随形。建設通信新聞画像の展示品の名称年代出土地は収蔵品検索によるありがとうございます